関東地方の完成したらすごい便利な鉄道路線になる路線2線。その1、西武新宿線、池袋線では2020年に引退した特急小江戸のレッドアロー号が未だ活躍していて、池袋本線との差別感が否めない。そんな、この路線は日本一のライターになる新宿駅から、だいぶ離れたところにある西武新宿駅から、小江戸と呼ばれる情緒あふれる蔵造りの街並みが広がる、埼玉の駅大観光地川越本川越駅を結ぶ、駅数29駅全長 47.3 グムの鉄道路線だが、延伸構想が存在し現在の起点駅西武新宿駅の隣駅、高田馬場駅から同駅の地下を走る東京メトロ東西線に乗り入れる延伸計画が存在し、2005年の時点で建設着工から7年かかると言われている。総建設費は2005年の時点で約700億円の予定で、現在所沢駅から西船橋駅間は路線を乗り換えて約1時間20分かかるが、開業後は3分から10分ほど短縮される見込みです。しかし東西線内での遅延が常習化している中、さらに遅れが発生するとも言われている。その2、相鉄泉野線。この路線は JR 東急直通線、開業まで運転はあまり開発がうまくいっていなかったが、近年急激に開発が進んでいる。そんな、この路線は相鉄本線の二俣川駅から小田急江ノ島線と地下鉄ブルーラインとの接続駅湘南台駅を結ぶ、駅数8駅全長 11.3 組の典型的なニュータウン鉄道だが、延伸計画が存在し現在の終点湘南台駅から慶応大学藤沢キャンパスを通り、茅ヶ崎市北部を通過し東海道線の平塚駅までの延伸計画が存在し、慶応大学藤沢キャンパスまでは単線で事業化予定で、開業時期は2030年頃に開業すると言われている。第3建設費は約436億円の予定で、現在横浜駅から慶応大学藤沢キャンパスまでは電車とバスを乗り継ぎ40分ほどかかるが、10分ほど短縮される見込みです。今回の動画は関東地方の完成したらすごい便利な鉄道路線になる路線2000第5弾でした。チャンネル登録お願いします。